はい、ひとつきますは清水ですえー、本日はですね石破茂おぬしも悪よのうということで早速国民を裏切ってきたですね石破茂さんについてですねいやもうこれはですね言わざるを得ないというところでまあ石破茂さんねやっぱりあの裏金議員一体どういうふうにしていくのかっていうところをですねこうずっと批判的に言ってたわけですよ。いやや裏金議員はねやっぱりちゃんと説かっていうふうにこう言ってないんですけどそれのすべて 手を踏みにじりそうな勢いでいやででやも分かる石破さんの総理大臣総裁という立場になった時にこうせざるを得ない気持ちも分かる分かるんですけどいやそれをやったら結局自民党ボロ負けだよ大丈夫というわけで石破さんが結局かけているのは嘘を突き通してそしてねバレる前に選挙を行っちゃって国民のアホさ加減を信じるっていうところなのか。 いやそれはちょっといくらなんでもやばいでしょうというところで、えー、石破茂さんの嘘は何なのかっていうところをですね、えー、元は行動作家の本間龍さんと話をしていきたいというふうに思いますあまさんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずですねこれ北海道新聞のあの記事に書いてあったねあの表なんですけど裏金、ね、説明責任どこへというところに書いてあるんですが、えー、この主 石破さんがね、裏金問題について首相になる前、なんと言っていたか、8月24日、裏金関係議員の公認の是非については、自民党公認候補としてふさわしいか、選挙対策委員会で徹底的に議論を行うべきだと、うんね、厳しく言ってたわけですよ。で、9月の12日の自民党総裁公,公開討論会で、国民に対して説明責任を果たし、納得いくまで総裁として全力を尽くす。 国民はそのうち忘れるなどとは思ってはいけない、うんえー、ちなみにこれ石破さんどうせ忘れるだろうから説明なんかしないうちに選挙選挙解散解散っていうふうにですねこうやっちゃってるんです今 <laughs> さすが自民党の政治家だなっていう感じがあのしますけども、えー、次に政治資金収支報告書の文について、えー。これは9月15日の NHK の番組の中で。 万が一政治活動に使わなかったものなら納税をしたのかを確認し議員とともに総裁も説明責任を果たすうんーなんかそんなこと言ったっけ選挙選挙選挙だから選挙選挙選挙でそしてですね自民党総裁の時のね新総裁決定した時の9月27日記者会見で政治改革は急ぐいろいろなお金の出入り誰が出してどのように使ったか透明性を上げていく うん、ちゃんと言ったんですよ。うん、透明性ちょ,ちょっと言い過ぎてな。透明性説明責任えどうぞ選挙、選挙、選挙で裏金議員公認、非公認はどうなるんですか選挙,選,挙選挙、選挙、選挙あのー、選挙対策委員長小泉進次郎んか聞いといてこういう感じで <laughs> 皆さん知ってます小泉進次郎が選挙対策委員長ですよ。やっう。ねえ。 いやもう全部嘘にしてでさらに言うともともと石破茂さんはすぐには解散しないよと最低でも、まあ、年内にはねあーのーするかもしんないけど少なくとも少しは党首討論とかちゃんと一対一でやってで国民の皆様にいろいろとどういう政治なのかを分かっていただく。 その上で、それ終わってから。解散ですよ。うん。嘘でした。みたいな感じになってるわけですよ。もうこいつ。よないよねー。いや、もう、でもね、さすが自民党の政治家っていう。感じがするんですけど、あの、私、ちょっと石破さんのことが心配になるのが。いや、そんな前言撤回するんだったら、高市やらしといた方が良かったと思うよって。 <laughs> それの方が石破さんのダメージは少ないしあのかつ自民党もさよなんかだって最初から裏金公認しないって言ってたあ裏金オッケーって言ってた高橋さんね坪議員も OK って言ってた高橋さんねそれでいいじゃんっていうふうになるけど、うん、ギャップがさやっぱ生ままれれちゃいますよねこれそうねー。余計にこれ厳しくね まあ本当、だからほら、厳しく、壺とか、裏金議員に対してはある程度つ、うん、あの厳しく出ますせって言うのをにわせていたのと、だから高市だってさ、あんな関係ねえだろ、もうよ、もう裁きが下ってんだからも関係ねえって、彼女は言ってた。で、まあ、それはそれで、うん、それを例えば、もし首相になってたら。うん 首相でもなってもその同じ言い方をしたらさ、うん、それは国民の理解は全然得られないわけで、うん、で、それはそれで選挙にでも突入すれば、もう高市もそれ100も承知で選挙に突入するっていうね。うん、別にいいやと。別、うん、にいいって、要するに、あの、彼女は原稿一致で戦え、うん、たわけだけど、うん、ちょっと石破の場合は、 言動が今紹介していただいたように割とまともなことを言ってたから <laughs> でもされてお前らバーカって言われてるわけですよ今うちら <laughs> しかもさあのそういうタイプでもないじゃんあのってさ、ねうんうん、あのいやもうしょうがないでしょそんなのしょうがないでしょって日給数みたいな感じの,あの,あの安倍さんとか、ええ、なんかああいう感じのね感じでもないではないからさむしろそれを批判してきた まあだから要するにあのキャラ崩壊したっていう <laughs> すごい砕けた言い方になりますけど阿部 <laughs> さんがこれをやってきたらまた阿部はーってでその高市がやったら、まあ、高市クソ野郎で終わるんですよだって原稿一致してるから「嘘つきます」っていうふうにこう言って嘘ついてるから「誠実にやります私はダメ出せちゃったー」<laughs> みたいな感じでやられるとなんか余計ムカつきませんでさう<お>じゃあなんでこうなったのかと。うん こうなったっていうのはなんで選挙こんこ、もう今月だよね。今月末になんでいきなりやることになったかっていうと、まあ周りの菅とか森山とかがみんなそれを押したからだと。うんうん、って言うんだけど、今回のこのあの内閣ってさ、なんか別にでも、なんかご祝儀が、国民のこの世論がすごく高まる、高、あの、 えとなんだっけまあまっ要するに、が上がる、うん、うん、そんなに上がってんのかな、これっていうね。いや、あの、村上誠一郎、安倍晋三国族批判大臣、しびらるとかっていう、いや、いますよ、そういうの。だけど、別に、いや、知ってる、村上誠一郎って人。いや、ほとんど知らんやろ。ねえ、ここの10年、ずっと押されてたからね。 うん森山誠一郎って実は怖い男でさゆっくりゆっくりやってくるんだけども気づいたらあの人の思い通りになったらあの人を幹事長にすえるなんてとかいや知らんやんほとんどまあ普通の人は知らん。普通の人知らんやん、ね、ってことはいやこれじゃあ選挙で受けるのこれ。でしょだって確かに裏金議員は0人ですよ。 裏金議員はゼロ人で裏金は閣僚内閣,内閣の中あ裏金議員は閣僚には入れませんでした大臣には裏金ゼロっていうふうにこう言うけど裏金議員は公認して選挙で戦いますとかってさえてえまああとツボはいないのかっていうねうん、うん、ちょっと別の見方もあるうんツボはやっぱり怪しいっていうね、うん、石破本人だってツボを 今日はちょっと設定があったわけで、うん、うん、まあ今はないとは言ってるけれども、だから結局これなんか選挙対策向けにはなってない内閣だと思いますよ。そうなのよ。だから石破さんのうん息<ー>息が掛か,かったというか、うん、石破さんがやりたいようになんかできてるように見えるのよ。なんだけども、まあ、その内閣ではあるんだが選挙を早くする、うんって。 このちぐはぐ感がねそうあのー、この夫人って割と重いなんていうの重心の低い感じの夫人なわけようん、うん、やっぱね平均年齢も60超えてる高いしさ、うん、女性閣僚は2人になっちゃってるしうん、うん、しかも1名三原純子ね <laughs> しかも三原純子二人 <laughs> 三原純子っていうね顔やめなボディーにしなっていうのがのなんか子ども担当大臣に任命はされているんですけど あのー、いやまあせめてお子さんいらっしゃる方の方がまあ三原さん病気で子供作れないっていうのもあるけどなん,かなんかじゃあ三原純子大臣になったすごーい投票しようってなるこれ。いやまあんじゃないのそれでそのーうんあのー、例えばほらはいあの石破が言って。 いるやりたいやりたいって言ってる日米の地域協定とか防災省とかさ少しでも道筋をつけられる、まあ、地域協定はどうかなるかわからんが、うん、防災省はさこれ結構国民的にはさそういう作った方がいいって思ってる国民多いと思うからうん、うん、例えばそういうものに少し道筋をつけてからあのー 選挙をやるるっていうんならわかるが今この瞬間で9日で解散って言われて、あのー、石破さんが総裁選の時に新次郎をねちねちといじめていたうん、うん、今総選挙をすぐにやったら国民の判断材料がないじゃないかってそっくりそのまま自分に跳ね返ってくるよねこれね。だまされた国民ばーかっていうふうにこう言ってるわけですよ。 いやでも石破さんのそのキャラ崩壊 <laughs> うんえキャラ変えてくるのかなこれからそれはその批判を劣らない私は内閣総理大臣である真羅万象を司さどっているってえ安倍晋三乗り移られたみたいなだったらなおさら高市かんよか <laughs> った高市でよかったじゃん高市であっちは原稿一致ですよなん。 かこれはちょっと出だしでるよちょっとつまずき加減だから石破さんと自民党は信じてるわけですよで<は>国民はアホやとね総裁選の時だけ気持ちいいこと言っといて黙らかしてすぐ選挙でバタバタやったらお前らどうせ忘れてるーっていうふうに絶対思ってるよねそうじゃなかったらこうじゃないじゃんうんだから国民をものすごくバカにしている 我々からするとねでも彼らからすると、国民のアホさ加減を信じての決断だと思います。<laughs> そうね。うん、なんかやっぱりよく分かんないそれでそのまあ、えー、あいつらあの、裏金委員をどうするか、うん、これさ、まず最初の一歩で、やっぱりその、うん、ちょっと早期に解散,解散しすぎてる。 うん、これをやっぱり多分今世論調査をすると、うんえー、割とここは評価が分かれるよね普通の人が見ていて、うん、でも何て言うの今解散するのは、えっと、総裁選が終わってすぐの少し人気が高まってるって自分彼らは自分たちでそう思ってる。うんうんうん そこでブースターをくっつけていきなり離陸しようとしてるわけだけど、うんそ,ね、それは国多くの国民からえって多分思われてると思うんだよね、うん、これね。でここはでもまあさまださちょっと判断が分かれるとこだけど、うんうん、総裁選やってる間でもとにかく裏金議員問題っていうのは解決してると思うかっていう聞かれて国民が7割以上はしてねえって答えてるわけで。うんうん やっぱりここの処遇がその選挙のあれを左右するっていうのはある、うん、ただしここで難しいのはどう判断すべきか、うん、要するに2週間しかないから週間か3週間か選挙までね、うんうん、本来ほら石破さっき市民さんが紹介してくれたあれで選挙管理委員会じゃなくて えと選あの自民党の,その選挙管理委員会の中で徹底的に議論すべきだと、うん、選挙対策委員会、はい、徹底的に議論を行うべきだって言ってたんだけどもうその時間もないわけよ。あ忘れる忘れるダムされてバーカーすぐ選挙しますみたいな感じこれさ自分で時間削って削っちゃったわけだよねうん、うん、誰かが削ったんじゃないわけでうん、うん、でそうすると じゃあ今から例えばさ、うん、全員非公認なんてさ、うん、これ、物理的に難しいよね、うん、いきなりさ、例えば安倍派90人ぐらい、あごめん、裏金議員90人近く全員非公認にしたら、うん、そこに自民党、誰か立てないといけないじゃない。うんうん、で、それはやっぱり物理的にすごい難しいし、うん、いきなり会が利くって、まあもちろんそういうあの件もあるだろうけど。うん 普通に考えたらさ、90人いきなり非公認、全員非公認にして、うんうん、それを全部、なんていうの違う人に差し替えるって、これ、選挙が来年にやるって言うならまだわかるけど、うん、3週間後に控えてるのに、うん、いきなり誰とも知らない人に変えるってのは、これは危険だよね、いくら自民党だってさ。いやーだって、それ、例えば私が代表をね、おりますと。 でそして本間さん安富さん佐藤さんもあのおります代わりに新代表のひとき万札が出てきて他にも新しいレギュラー陣で今までと同じだけの再生回数を維持します3週間後までにこの体制をつくれいや無理でしょこれは無理だよ <laughs> でそれの1万倍は無理ですよ <laughs> その自民党のこれ厳しいやろ これ厳しいよ、ね、だからまあだからだからこそ全員非公認になんてできませんっていう、うん、そういう言い訳をに利用される可能性もあるわけだ、うん、これはでもそんなのさ<え>国民がそれで納得するのかって言ったらざけ、うんじゃねえよっていうにそうだよね、うん、国民の方から見れば「えそうなんですかそれはお気の毒ですね」なんて誰も思わないわけで。うん それはバカ野郎お前そんなの全部取っかえろよって、うん、国民は思っている、うん、でも物理的には非常に難しいから、うん、どうするかっていうとちゃんと説明責任を果たしますって誓約書書書からせますとか比、うん、例の復活はなしっていう形にしますとかまだ,まだあれだけどねまだその、えー、案の段階らしいけれども、うんうん えー、そういうやり方になって、ま,あ、またもしくは金額がでかいやつらだけは非公認にするとか。うん、つまりその人たちはもうねガス抜きに使われるんだよ。いけにが必要だと。生贄には必要だもんね。うん、例えば2000万円以上とかさ。誰だしかも衆議院議員で2000万円以上でしょう。そうだね。ああ、だから、えっ、ー、と、萩生,ね、萩生田。萩生田素晴らしい。うん 萩生田が田がにえっていうのはなかなか象徴的な。象徴で萩生田を生贄にえにして公認しませんっつって。うん、ね。でも萩生田クソであると。ううともうこいつが全部ある。全部こいつの指示だからっていうふうに言ってあの八王子の創価学会の近くのところでですねあの火あぶりの検証すと。でそれをライブ配信して「萩生田が悪かったんです萩生田騎士ん!」 っていう風にこうみんな自民党員がこう言って留院を下げるうんもう、まあ、あのー、多分何人かはそうするんじゃないかと俺は思うけどね,そ,ねそれで少しガス抜きをしてうんあ、うん、ってそんなさ説明責任を果たしますなんてお前そんな制約書書かせたって守るわけないだろう、うん、そもそも、うんうん っっちゃったらもうあと,あとは能党なれ山となれに決まってるわけだよ。ただし、それで選挙をやって勝てるかどうかっていうのは分からん。うん、そのその候補者次第だよね、やっぱね。もちろんさ。だけど、やっぱり国民が望んでいるのはまず第一に、えーとうん、そいつらはもう選挙出すなっていうぐらいのあれが、うん、あるよね、やっぱね。うん、だけど まあ選挙に出る出ないっていうのはやっぱりこれはさ自由だから民主主義国家だからさ何、うん、せあの斎藤様も選挙出れるわけでね、うん、あんだけ大騒ぎしたけど、うん、でじゃあ次にあるのはやっぱりさ自民党という党が公認するのかしないのか、うん、公認しなかったら相当きついからね当たり前だけど、うん、自分の自力だけでやるっていうのはね,ね 自力だけでっていうのは、やっぱこのほら、これの問題がね、うん、やっぱ大勢の問題が大きく出てくる、いろいろな各種団体の,あの、ね、推薦とかそういうのにも影響してくるわけで、うん、それはやっぱり大きい、で、えー、選挙に絶対出さないってことは自民党としてはもうやんない、うん、次はこの公認。 か非公認か、うん、だけどどうやら時間もない中で全員非公認はやらなさそうだと。うん、でもそうすると国民の怒りは収まらない。で、うん、ってことはその中で何人かスケープゴードを出す。生贄だよ。生贄を出す。っていうのはもう論理的に言うとそういうことになるんじゃないのって,って。萩生田だ。うん、萩生田でしょ、やっぱり。 アギダーね、うんうん、一番いいんじゃないの火つけれややっぱいっぱい油で燃えそうなか <laughs> まああとはそのえー、っともうよぼよぼ歩いている2階だ 2>、うん、どうぞお前引退すんだからそうなの、うん、どうぞお前引退するんだから <laughs> あごめん違うだって2階もう出ないって言った出ないって言ってるから辞職もうすぐす息子が出んだろ で息子,が出る息子が出るところになってからのせあの世耕弘シがあのやってくるところだからあ,あれはあれでもうんこはしの,のカレーかカレー味のうんこがどっちがいいって言われてるのもクソみたいな戦いが和歌山肉で行われようとしているっていう <laughs> あれもなじゃああとは麻生太郎でしょ麻生太郎あそを頼むあそあれ麻生は次どうすんだっけいや一応出るでしょそれは一応今のところは何も言ってないのか、うん いきなりなんかこの阿松正弘あのようわからんボンボンの息子に突がしても勝てないでしょ。うん、いや勝つんじゃないの。そこはだからほら対抗馬が出てるくるかどうか、ね。なあそうね。ただ、ね、対抗馬が出なきゃ勝てるわな。なあそこや。なんかちょっとあの不思議なニュースが今入ってまいりまして。うん、この皆さん知ってますか？小倉正信議員。これ元あの子ども政策担当大臣だったんですよ。 うん、なんか不出馬を表明しましまた、うん、これ自民党です。うん、でこの小倉正信さんは東京大学法学部を出て日銀に行ってから自民党なんですよ。で選挙区は東京23区なんです、うん、だから比較的そのまあ23区なんで、まあ、地方から見ればどっちにしろ都会ですけど東京の中ではちょっとあの田舎の方ですね。 田舎の方って言うとああのまあ、23区ってどこかっていうとあの町田市なんで <laughs> 町田市の皆さんちょっと怒られそうですけどあの皆さん町田市は神奈川じゃなくて東京ですからね。はい、であのまあここなん,かなんか具合悪いって言ってるけど、うん,なんかこのタイミングやからなんかちょっと具合悪いって言っても43歳やでこの人東大法学部出て、えー。ってことは えー、今日は水曜日か来週の文春法あたりに名前が出そうだっていうことかでしかもこの人はどちらかというと政治資金規正法要するに分あのー、裏金問題で自民党案を一生懸命作ってそれなりにちゃんと裏金なんとかしなきゃっていう側の人なんですよこの人。ん<ー>でその人がだからいけにえどころか。 真面目に考えていた若者すら。はい。なんか、出なくなっちゃうです。<laughs> なんか。ん<ー>裏金とか上がりました。どちらかというと。うん<ー>。なんか不透明ですね。これ。ちなみに、あの、この人は、あの、り、孤独孤立担当大臣というの。もう、兼務されておりまして、私、だから、名前覚えてるんですけど。おお<ー>。孤独孤立担当大臣。何にも有名にな、なんなくて。孤立してるやん。こいつがっていうふうになったら、なんと。 体調まで悪くなって孤立したまんま、えー、議員を辞めると。なんと。<laughs> だからどちらかというと、えー、自民党の中でもまだ裏金に厳しいこと言ってた人から辞めました。どうしよう。<laughs> 生贄にえ。どちらかというとまともに見えてた人か。だからいにえが必要です。もっと。 もっとねだから萩生田,萩生田はまあもうあの絶対いけにえ萩生田をえー、っといけにえにして公認しないっていうふうに言って麻生も差し出せば多分国民納得するんじゃないですかね麻生 <laughs> 最高顧問とかに迎えちゃったけどいけにえにはできないだろうやっぱりいやでも麻生太郎を公認しませんと。 それじゃ最高顧問に迎えた意味がないじゃん <laughs> <laughs> 最高顧問はもうやめだっつって。もともと廃止してたあの役職なんだからやっぱ廃止って言って。<laughs> もうちょっとなんかあまりさあんまりコロコロ変わるよくないような気だってコロコロ変わってるじゃないですか。<laughs> 裏金きちんとやります。選挙はすぐやりませんとかって言ってんのにもう嘘ついて嘘ついてるんですから石破さんも。まあこれはからよくないと思うな、うん、やっぱり。 だ本当難しいよねやっぱり石破そりゃさ最後の戦いだと、うんね、今まで4回も負け続け最後の戦いだと、うん、それでも首相になりたいんやんって言って首相になったけど、うん、でも、ね、それで安倍派にずっといじめられてたから、うん、安倍派のやつらなんか全員非公認にして首切っちゃえって心の中では思ってはいても。 それでいきなりさあの90議席減となったらさそれじゃお前首相退陣になっちゃう <laughs> だからさ分かるよ分かるけど知らねえよそんなの <laughs> ね。国民の側からすりゃさだってまだ衆議院解散しなかったらあと1年間あるんだよ。うん、だよでその間に裏金議員は公認しませんっていうふうに言ってで、うん、準備すりゃよかったんだよ。 そうなの俺も絶対そっちを取るんだろうと思ってたんだけど何か女性判断の <laughs> 間違いが起きてるような気がするけども泥胸自民党もあるですからあの、まあ、あの石破さん的にはうまくやろうと思って「あの取り火事いっぱい!」ってやったらなんか知らんけど反対方向行ったっていう <laughs> まそれからもう壊れてるんでしょうね自民党という組織が、まあ、ちなみにこの,あのこれ日テレの裏金議員リスト88人 <laughs> ですけどさすがにこの一番トップのねあの大野議員と池田議員にいない何が、このトップ3はですねもう全員あの辞めるか逮捕されておりますので <laughs> いないわけですよ。でそうすると、うん、この次はこのあたり次はこの2回、えー、三林萩生田なんですけど、えー、を二階さんはもう引退って言ってますよね。うん、なのでなんので三林って誰で うん、っていう感じなんでやっぱ萩生田君やっぱ萩生田君やっぱり一番大事ですね彼がさいけにえになるのは私は大事なことだと、はいうん、当然だよねでこの下さはいあのー、堀井は辞めちゃったし堀井学さんはもう辞めちゃったでしょうでこれ橋本聖子と山谷絵理子はですね参議院議員です関係ねえんだよねじゃあこの辺り 平沢勝栄とか武田涼太あたりはそこそこ有名ですよ。そうだね。あの、平沢勝栄は、あの、安倍晋三の家庭教師やってて、お前家庭教師やってんのに何であんなバカだったんだよって言ったら、バカやろ、俺が家庭教師やったから、ある時けマシだったんだっていうことを公言している大問題でした。もう、もう国賊よりもひどいなという気がしますけど。もうひどいんじゃないうん。<laughs> だ武田良太と平沢勝ん。うん。うん よしえっ、ー、といけにえ3人決まりましたね。萩生田光一武田亮太沢これは必要だよでも。あとでもやっぱりさ男女平等の原則からして一人ぐらい女性が必要だと思うんですよ。<ー>というわけであの私もですねあのやっぱりこの人この人、うん、女性議員の中で衆議院ナンバーワン裏金金額杉田実生さん、うんうん、いいだろこいつも。 まあこいつだろうね。はい、この2人よ、うん、ま,まあまあこの辺りはもう必要だよ必だ,、うん、だから萩生田杉田美代武田大太平坂津,津あたりはですね日破り時計上手というふうにやれば、うん、お支市中引き回しの上獄門打ち首、うん、まあ、はい、そうすればあの少しはね。少しだいぶ少しは少しは。 あの他の議員が助かる。他の議員が助かる。かるい,いやんもう首 <laughs> 4らいう。4つぐらい、よいしょ、4つぐらい。貴族どもをつるさーっていうんじゃ、フランス革命も、ルイ16世と奥さんのマニアントワネット、つるされたから、ギルチンかけられたから。うん、ねまあ他にもロベスピエールになったけど、いろんな人はあのギルチン、ギルチン、ギルチンにされたけど <laughs> な、いるんですよ、革命には血がね。必血が必要だから。 で別に本当に火あぶりになるとかシチュー引き回しであえとか比喩ですからね皆さんあの要するに公認しませんっていうふうに言ってでボロッとや優しいよシチュー引き回しとかシチュー引き回しの上<断>内首獄門とかもうもういやだって弾頭台はシチューとか引き回されないで <laughs> 牢屋に閉じ込められたはい最後にちょんぱで。 ものすごい人道的なあの処刑だというふうに当時言われて <laughs> だってそれまではヨーロッパの車先の刑とかねそう <laughs> で日本だったらシチュー引き回しした後に極門拷問を行ってから打ち首 <laughs> だから俺に比べら公認しないっていうだけで済むんだからいいじゃないかというわけであの女性のあのにえはですね杉田み桜さん、うん、で男性の筆頭は萩生田光一君 うん、それぐらいやってくんないといいまさか君たち公認受けられるなんて思ってないよね普通思ってると思いますが <laughs> 絶対思ってるんだ絶対思ってると思いますけどこれで石破内閣は選挙で人気が出るのまあそこはすごい不思議なところですよね、まあ、しかもあのことごとく裏切りました ひどい、ね、ということで、今日も読書ということで、チャンネル登録といいねよろしくじゃあねーどうも皆さんどう思いますかぜひ意見をくださいはい、今日もありがとうございます電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の看破がないと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、看破よろしくお願いします。現金も、 クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もダクションそれでは